イオンモール奈良富ヶ丘は奈良県伊生駒市にあるイオンモール株式会社が運営を行っているショッピングセンター。別角度から学研なら富ヶ丘駅周辺の整備を行った近鉄が誘致。2006年7月26日にイオンが運営するイオン奈良富ヶ丘ショッピングセンターとして開業した。建物は伊駒市と奈良市にまたがっており固定資産税は店舗の面積に応じて イコマと奈良市とで分け合っている。イオンが運営する店舗の中で市町村をまたぐのは、この店舗と近隣のイオンモール高野原、イオンモール市場縄手、イオンモール京都桂川の4つがある。イオングループ再編により、2008年8月21日に運営業務をイオンリテールへ移行。各店舗のジャスコ富ヶ丘店も2011年3月1日にイオン富ヶ丘店へ。 店舗名を変更している。さらに、イオングループのディベロッパー事業の統合のため、2011年11月21日に、ショッピングセンター名をイオンモールなら富ヶ丘に解消し、2013年11月1日より、運営、管理がイオンモールへ、業務住宅された。また、2013年11月22日に、リニューアルオープンしたほか、 近鉄学園なら富ヶ丘住宅地に、付帯施設用地が設けられている。証券は、奈良県生駒市北部、奈良市北西部、京都府木津川市西部、相良郡聖火町、大阪府市場縄手市の清滝峠等を、想定している。以下の公共交通機関、自動車道がある。ありがとうございます。